はいどうも、今回はこちらタミヤの1/12、マスターズコーチワークシリーズケーターハムスーパーセブン BDR、 これをやっていきたいと思います。ご依頼品です。ご依頼いただきありがとうございます。定期的に大きいのご依頼いただいてて、頑張ります。ロータススーパーセブン、タミヤのね1/24のロータスの方は1回組んだことがあるんですけども、もちろんこれは初めてです。話には聞いてはいたけど、中身はどんなのかまだしっかりと見てません。これからね、見ていきたいと思います。じゃあ見ていきましょう。いきなりね、アルミのパネル。はー、アルミ削り出しかな、叩きもんかな、どっちかわからないですけど、いきなりアルミのパーツがあります。ビス、うおービスめっちゃある。ビスめっちゃあるんですけど、はい、ビスと、これはフロアマットとかかな、布製のフェルトのやつですね。え、配線とかある、まあ、配管とかこの辺はね、まあ普通のバイクとかでもあるかなというか。おお、アルミパネルがいっぱいだ、金属部品がいっぱいだ、ヤスリが入ってるんですけど。ちょっと待って。で、デカールっすね。メーターとかコーションラベルとかかな。あ、シートベルト、シートベルトか。え、水袋いくつもあんの。これはウィンドウパーツかな、アルミシール。おー、とにかく金属のパーツがどんどん出てくるんですけど、これも金属パーツかな。はあ、ロールバーとマフラー、はあ。アームもこれ金属ですね。そら、そうか、支えられないかな。あ、ようやくプラの部品、ノーズコーンとフェンダーっすね。ノーズコーンって言うんだったっけ、確かそんな感じの呼び方だったと思いますけど。おお、この辺はフレームとかかな。シートベルトの受けがメッキパーツだ、エッチングパーツじゃない。ほい、おお、この辺は、まあ、シートとかですね。ヤッコイ部品だ。あ、ヤッコイ部品じゃない、プラか。で、これヤッコイ部品ですね。この辺はブレーキ関係かな。タイヤですね。グッドイヤーイーグル NCT50、 まあ1本はスペアタイヤ用ですね。で、クリアパーツ、クリアレッドとかね、ヘッドライトのレンズとかですね。これはエンジン、おフレームかい。リムーブ、リムーブっていっぱい書いてあるけど、94年っていう刻印がありますね。あー、これにいろいろくっつけていく感じになるわけですね。とりあえず金属部品がいっぱいでちょっと面食らってますけど、どういう風になっていくのかな。やっていきたいと思います。まあ、いきなりですが、部品パーツカットとかがものすごい、まあもちろん部品定数が多いので、どうしても長くなってしまったりとかします。で、どっちかっていうと、もう塗装工程、今のところはそんなに確立すべきようなところはないです。
まあ、強いてあげるならフレームとかをできる限り組み上げるだけ組み上げてから塗装し始めたりだとか、まあ、いつもの、工程と基本的には変わりません。で、まあ、ちょっと多分組み立て段階の時にいろいろお話しするようなことが出てくるかなというふうに思うんですが、まあ、多少は塗装のところもお見せしましょうということで、まあ、テクニックっていうことでもないんですけど、このカムシャフトのね、カムプーリーのところ、これ中のところだけね、セミグロスブラックで塗るような指示になってます。なので先にもフラタルミを拭いています。で、取り出したるはいつもの100均プレート。100均のテンプレート。で、これで、よいしょ。ぴったり合うところが、これですね、7ミリ。よいしょ、ここにグッと押さえた状態で、マスキングするのは難しいなっていう時はね、丸っこい部品だったら、あ、しっかり塗れてない、丸っこい部品だったらもうこうやって自分はいつも塗っちゃいますね。こんな感じでこういう風にね、カムシャフトの、カムプーリーの内側の部分だけ黒く塗ることができます。よいしょ。まあ、マスキングがちょっと厄介な場所とかもあったりとかはしますけど、まあ、例えばエンジン本体とか、ただまあ、パーツの分割もそれなりに考えられてるところがあって、まあ、ミッキーツールだから、その分、いろいろとしっかりとっていうか、まあ、なってるんじゃないかなというふうに思うんですが、そんなに今んとこ、うわ、きついなっていうところはないですね。まあ、敷いてあげならブレーキキャリパーの、これね、まあ、キャリパー別体でもいいんですけど、キャリパー別体で塗装してもいいんですけど、細かい部品だとどうしてもなくしてしまいそうなので、もう取り付けできるところに関しては取り付けしちゃってから、で、なるべく細拭きにしてね、エアブラシの塗装をなるべく細拭きにして、塗っていくっていうような感じにしたいと思います。まあ、この辺だったらもうホイールの内側なんでね、もう全然見えないと思うんでね。まあ、そんなに、まあ、もちろんパッキリパッキリ塗り分けできてた方が、まあ、見てもおおってなると思うんですけども、まあ、これぐらいでもいいかなっていうふうに自分は思っています。でもうちの場合だとそういうふうにさせてもらっています。まあ、塗装工程、切り出しに2時間半ぐらいで、まあまあ塗装ね、まあでも部品って塗装自体は半分ぐらい終わったかな。ボディの方はまだ全然、ボディっていうかまあフェンダーとかね、この辺に関してはまだ施策吹きで止まってますけど、まあ、この辺はもうまとめて他のやつとね合わせて施策削りをするっていう風にしてますんで、まあ、これに関してもまあもうちょっとまだ触らないですけどね、という感じで塗装していますよという、途中報告でした。このキットはなんか特別な塗装方法とかそういうのがあるわけではないんですよね。なのでとりあえず部分部分でここまで組み上がりました、ここはこうでしたみたいな話し方で進めていこうかと思っています。とりあえず今はねシャーシーまで組み終わったところです。まだ他にもシャーシーを組み立てなきゃいけないものいっぱいあるんですけども、とりあえずはねこの段階っていう状態ですけど、ネジとの格闘っていう感じですね。まあ強いてあげるならちょっと後ろ足の取り付けの仕方がちょっと分かりづらかった、まあ、製作工程の方のね動画を見てもらえればお分かりいただけるかと思います。何度もこう、うん、あれ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 ってやってるのがお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思います。まああとはこう特になんか難しいところ、まあ難しいには難しいんですけど、どこがどう合うのかとか、例えばこのどこからドライバー差し込めばいいんだろうっていうのを悩ませたりとかっていうのがあります。あと付属してるねこのねアネックスのドライバービット、
イットってドライバーの差し込みのとこ、これめちゃくちゃ使いやすいですね。ここが回転してくれるんで、こういう風に締め付けもできるし、ちゃんとしっかり保持もしてくれるし、そういった面があるのでね、すごく使い勝手がいいです。これがマクラーレンのあれについてたらどれだけ良かったことかなってことを思いながら進めてます。これちょっとなんか買うかな、別で。これからも多分ビッグスケールを作ることがあると思いますけど、その時にねこの道具あるとすごく便利かなってことを思いました。フェルトを貼ったりだとかシートベルトをこう巻きつけたりとか、そういったこともあったりとかしますけど、まあちょっとうまいこと合わない。まあただここはシートとかではもうほとんど見えなくなるところだと思いますんで、このまま進めていこうかなっていうふうに思っています。こういう感じでね、後ろのこのデファレンシャル周りがちょっとあれあれあれみたいな感じで、まあ例えばシャフトとかね、まあそれも制作工程の方の動画見てください。あとはまあアブソーバー動くには動くんですけど、ただここのねアームの付け根のところをそれなりにしっかり締めとかないと、まあ、緩んできても困るからっていうことを考えると、あんまりこう動こう、あ後ろは結構動く、ただまああんまり動かすべきじゃないかなってことも思ったりはしてますけどもね。いやーこれはね、今まで組んだビッグスケールとはまた違った方面で結構ね難しいっていう気はします。でこれからエンジンの方に入っていくんですけど、エンジンの方もねこんな感じの、まあ実車のこれケーターハムだからエンジンコスワース、スーパーセブンってメーカーによって違うんですよね、いろいろとエンジンとかが違うんで、ケーターハム、ケーターハムスーパーセブンコスワースエンジンです。コスワース BDRっていうエンジンなので、スーパーセブンだとね 4AG が乗ってるやつもあったりとかしますけどね、残念ながらこれは 4AG じゃないです。まずタミヤが 4AG が乗ってるやつをねキット化するかって言われると、うん多分しないだろうなってことも思いますけども、まあ、とりあえずそんな感じで、これからエンジンの方に入っていきたいと思います。エンジンの後がどうなるかな、エンジンの後はまあマフラーだとかフレームとかもね、内装とか、まあ、こういうのがどん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 入っていくような感じになってきますけど、ちなみに、塗装の方はもうほぼほぼ全部終わって、あとはカウル関係のねボディカラー塗ったところの研ぎ出し、まあ、クリア今乾燥させてるところなんですけど、そこをが終わればまあとりあえずは塗装自体はもう全部終わってるので、続きやっていきたいと思います。エンジンの組み立てが終わりました。ちょっとタイミングベルト周りがね、わーなるほどなーっていう、ちょっと実車のタイミングベルトの貼り方を思い返しながら、でもこれどうやってやったらうまいこと貼れるんだろうとかっていうふうに思いながらね、そんな感じにしてます。基本的に本当はねこっちをね貼らなきゃいけないんですよ。こっちを貼ってこっちをちょっと緩くしなきゃいけないんですけど、まあちょっとそこまではっていうところですかね。ここも本当はこんなふうに平らなんじゃダメです。でまあエンジン本体は基本的にまあビスを使うところが多いです。ビスを使うところが多いので、まあそんなには厄介じゃないかなというふうに思います。このステンメッシュのホースですね、ステンじゃないわ、メッシュホースですね、これがねちょっとね、まあ差し込むところよりも広が太い感じなので、そこに関してはもう瞬着を使いました。ただまあちょっと無理するかなっていう感じのところはありましたけども、まあそんなに厄介な感じじゃないですね。こんなにオイルフィルター飛び出しちゃってて大丈夫なんだろうか、オイルパンよりも飛び出してるオイルフィルター、これは大の接着の仕方がまずいっていうところもありますけども、まあこんな感じでね、タイミングベルトとか、まあ、プラグコードとかね、そういうのを差し込んだりとかして、でマフラーもねいいですね。これ運転席からねこうちょっと手出したりとかした時にジュッてやっちゃいそうな感じもしますけども、こんな感じの金属のねいい感じのマフラーがついています。
というわけで、でこっからね、内装とか、アッパーフレームの辺の方の組み立てに入っていきたいと思います。はい、完成。ちょっと手前まで来ました。ここまで来たらもう誰がどう見てもスーパーセブンですね。まあ、ちょこちょことこの配管どこに繋がるんだろうっていうのが、これどこに繋がるんだろう。ブローバイここでいいのかな。ブローバイここ燃料タンク繋がってるよね。いや燃料タンク後ろだ。じゃあここ何、ここ何、もう一本ここになんかつながるみたいなんですけど、配管ないんだよな説明書見ても。どことどこがつながってるの。もうこの時点でここつながってる描写になってるんですけど、ここつながるものないんだよな。23で取り付けたビニールパイプ、ふとビニールパイプ、ふと、え、23で取り付けたビニールパイプ、ふと、23で取り付けたビニールタイプパイプ、ふと、あ、これかい。ばらさなかんやん。ということでばらします。クラッチワイヤーはここに来るのは分かった。クラッチワイヤーがここに来るのね。クラッチワイヤーはここに、クラッチのホースがここに来て、ここ何なんだろう。燃料タンクではない、燃本、でもこっちに燃料タンクがあるから、これ何だろう、わかんないんですよね。この辺がね、まぁ、ちょっとまあできれば説明欲しいなっていう思うところはありますね。こうやってせっかくいろんなのがあるから、こう C の24としか生えてないんでね、何なんだろう、わかんねえ。というわけでまたバラしてちょっとホースつなぎ直しますっていうことはありますけども、なかなかに、まあこんな感じでね、進めれてはきています。で、まあ基本的にはビスで止めるところばっかりなんですけども、ちょこっとビスの長さがもう少し長かったらいいのになとかっていうところもあったりとかします。でもまあこんな感じでとりあえず進めれててますし、でこれね、ハブナットなんですよね。ハブボルトじゃなくてナットなんですけど、もうね、クロスレンチはね、とってもね、実写っぽいクロスレンチがついていて、こうやって締める。こういうふうに締めれるっていうのがあったりとかして、ああ、面白いな。なんかこれをどっか収納できる場所とかがあったりしたらいいんですけど、残念ながらトランクにその収納スペースとかはないですね。こういうのがあったりすると、よりなんか雰囲気が出ていいかなっていう気はします。で、まあとりあえずこんな感じで来てますんで、まあ残りはね、まあまた今回もくるくるはちょっとできるかな。ターンテーブルに乗るかどうか怪しいところなので何とも言えないですけど、でも934の家構えさん前ちょっとやりましたけども、あれよりは軽いですね。まあプラの部分が少ないからっていうのもあると思いますけど、金属なんですけど、金属自体が薄いので多分プラより軽いと思います。ここボディのところはと自分は思います。実際に測ってないんで何とも言えないですけどね。というわけでまたバラしてちょっと配管つなぎ直して完成まで持っていきたいと思います。あとウィンドウつけてワイパーつけて、このね、ハブキャップ、ハブキャップじゃないわ、センターキャップ、この辺をつけて終わりですね。はい、タミヤの12分の1ケーターハムスーパーセブン BDR 完成でーす。塗装面積は少ないので、その辺では良かった、楽といえば楽かな。
っていうふうに思うんですけど、その分ね、まあネジを、まあでもネジとかじゃないと、フレームを金属にしないと多分重さ的に耐えれないだろうな。フレームがプラなんでね。で、かつ細いでしょう。で、それを再現しようとするとちょっときついかなっていうふうにも思いますんで。で、その分まあネジの方で強度を出す。というかまあ外反の金属パーツで強度を出す。そんな感じかなってことも思いますが。まあ、とりあえずはこんな感じですね。まあ、ネジで止めるところはいろいろありますし、まあ自分がね、配管の説明をしっかり見てなかったんであれですけど、ちゃんと配管接続し直しました。大丈夫です。それは大丈夫です。しっかりやめました。でね、あとね、ステアリングのね、連動がね、今回はちゃんと。よかった。ラックピニオンの、まあ、形状とか、あと角度的な問題かなというふうに思います。ポルシェの934とか935の方は途中でジョイントが、まあ実車のあれに合わせてついてるんですけど、そこのジョイントがどうしても弱い。まあ、あれもな、古い。これキットは一応いろんなところの刻印を見る限り94年のキットみたいなので、まあその辺比べると、まあ、間に20年ぐらい。80何年の金型だったと思いますんで、じゃあ10何年か。10年ちょっとぐらいの差があるんで、まあ、それは仕方がないかなというふうに思います。だからあれも、これはもうシャフトが1本ズドーンっていう感じなので、まあこの、舵取りも問題なく連動できますけど、かといってステアリング持って連動させるとね、多分ステアリングの方がね、強度的にパキっていくかなっていうふうに思うんですけど、まあそこら辺は構造の違いっていうのがあったりするんで、しゃあないかなっていうふうに思います。まあ金属パーツがあったりだとか、メッシュのパーツがあったりだとか、そういうのもあったりするんでね、いろいろとこう、ちょっと、なんだろう。とはいえ、その自分が苦手なね、エッチングパーツのような、そういう感じではないので、その辺はありがたいですね。これがまあ、それぞれ全部切り出してねとかっていうやつではないので、そういうところではとてもありがたいかなというふうに思います。これ切り出して一つ一つ貼り付けてねっていうわけだったらもうちょっと、ちょっときついかなっていうふうに思いますけどね。まあその分は、まあネジなのでね、まあやりやすいかなというふうに思います。例えばこういう丸みになるところとかがね、プラスネジなのがちょっと残念かなっていうふうに思いますけども、まあ例えばここをね、こだわる人だったら、まあ六角ビスあるかなこのサイズ。1.6 ミリとかそういうサイズなんでね。そうですね、1.6 と 1.2 とかそういうネジばっかりなので、そのボルトって言われるとちょっときついところはあるかもしれないですけど、まあ、例えばそこを全部こう頭だけこう貼っつけていくとか途方もない作業になると思いますけども、そういうことでやってみたりとかしてもいいかもしれないですけど、自分はきっとごめんなさいです。後ろのこのトランクというかホロというかそこの部分なんですけど、そこに関してはこうどうしてもシートベルトとかその辺とかでこうめくれ上がっちゃう、こうがペロってめくれ上がっちゃうような感じになっちゃうので、そこはもうぐるっとね両面テープを貼って、で位置がピシッとなるようにはしました。あとはもうキットの説明書の指示通りにね、 あとはエアクリのフィルターメッシュのところ、そこも両面テープを貼りましたっていう感じにしています。でここのフロントグリル、ここに関しては両面テープで取り付ける指示がありましたけども、両面テープだと両面テープの色がね、分かっちゃうかなというふうに思ったので、そこは、セメダインハイグレードに置き換えました。セメダインハイグレードで接着っていうふうにしています。そんなところですかね。まあ、これもご依頼いただきましてありがとうございます。ご依頼いただくことがなかったら、組むことはなかったキットだと思いますので。いやー、でも、まあ一ついい経験にはなりましたけど、結構組み立てにやっぱ時間がかかりましたね。まあそちらの方は、組
み立ての方の動画で、まあ、早送りしてますけども、組み立てだけで丸1日ぐらいかなかかったかなっていう感じです。塗装自体はそんな時間かかってないですねっていう風ではありましたけども。というわけで今回は、タミヤ12分の1マスターワーク、マスターズコーチワーク、マスターズコーチワークシリーズ、ケーターハブスーパーセブン BDR でした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。